はい、次、純選手、ウェビン。はい、ヒトです。よろしくお願いします、はい、今日はもう最高ですね。いいね、スナベにあります浜屋そばに来ました。イエイ。俺はもう30回ぐらいかな。まあ、ちゃんと数えてはないんですけど適当すぎる。まあ、でもそんくらい来てるっすね。私久々だな。でもやっぱり有名だから絶対1回はって言って、チャタンに来るたび来てたけど、やっぱね、今もちょっと見てわかるけど混んでる印象が強くて。10時オープンもうバーッて並んだから、もう続々来てるから、もうやばいんですよ。まだ11時前よ。やばいよこれ。これあれだよ、結構昔からあるんですよ。あ、ね、縄文時代ぐらいから。いやいや、ありすぎでしょ沖縄どこにあるのその時俺も学生の時からこっちにちっちゃいあのバス乗ってきたりとか、知ってまで食べてたから。じゃあ20年以上マジで美味しい。死に美味しい。撮影許可取れた僕を褒めてください。あ、撮影許可は僕が取りました。知り合いでしょ褒めてくださいよ。いや、しかも知り合いみたいなこと言ってたけど、言った瞬間、YouTube 撮影聞いてないですか本当に知り合いか。ちょっと分かったですか。全部バラす。すごい丁寧にご案内してくれました。じゃあチャタン行きましょう。チャタンじゃない、チャタン、ね、駐車場が店の隣に2台とこっちに7台止められる場所があるので、先にチケット購入していいっていうことだったので、はい、メニューすごいんだよ。もうあっちで見てたからさ、どうしようかな。沖縄そば大ジューシーですか。でトッピングもこうあるんだよ。すごい、めっちゃいい匂い。だからこれが食いたいな、中身って言ったらそれを買える。じゃあ浜屋そば、浜屋そば朝でしたね。トッピング、そう、すげー、すごいっぱい。お願いします。外の席もあるっていう。しかも平日で混んでるさ、いや、これまだまだなんですよ実は。平日でも、はい、へえ。うわ、すげえ。これ一人前ですよそう、これ一人前ですか。乗るなスタッフが乗るな。沖縄そば台が、こちらが沖縄そば。沖縄そば、はい、沖縄そばは多分純正。あ、そうだ、これ浜屋そばのジューシーセットなんです。うわ、めっちゃ美味しそう。ありがとうございます。これ別にアーサですね。アーサ、沖縄だとアーサ、県外だとアオサ、まあ、の海藻のりですね。あ、沖縄そばって三枚肉と軟骨ソーキ両方入ってるんだ。これ美味しそうですね。そう、じゃあいきます。仕上がれ、もう食べてるから、もう本当によ、マジでデージうまいよさ。いつもこれですか、純選手は。これはあの浜屋そば、いつもいつもと違う。まあ、うまい、やばい、うまい。独特な香り、うん、いただきます。あー、しみる。しにうまい。なんか不思議な味だよ。不思議な味、かつおだしとも違うから、うん、すごい複雑な味。豚骨なのか、ね、一応塩とは書いたけど。麺が太めの縮れ麺。縮れ。うまいんだよな、これが。うん。あ、いい音。うまい。普通に食事に来た人だな、この人。大丈夫、うまい。じゃあ、軟骨ソーキいただきます。とろっとろ、すごい。塩加減もすごい。おいしい、いただきます。うん。はぁ、いらない。うわ、すごい。顎だけでいける。顎だけすごいよ。軟骨ソーキって言ってもちょっとコリコリしたやつとかもあるさ、全然ない。塩味かな、多分醤油が全然感じられない、ね、さっぱり、さっぱりなんだけど複雑。やっぱりうまい。見た今、ゲーゲーコロケたの。これ好きな人好きだな。いい匂い、その香り。青さよかったな。黄色だよ。いただきます。絡ましてね。めっちゃ口の中、めっちゃ磯の香り。三枚肉も生姜効いてるな。今ジューシーやと。これもうまそう。ジューシーにも肉が入ってます。うまい。教科書に載せてほしいジューシーだよ、本当に、ね、はい、見た目も醤油の感じとかもとっても効いてるぐらいだな。ひじきとかも味が結構する。あ、ネギとその豚肉、いいな。豚肉がデージー、うん、薄味ですね。ジューシーは、はい、
濃ゆくない濃ゆくないなんでちょっと買ったことない海外から来ました濃ゆくない切れてなみたいなスタッフが食べたそうなんで無理ですかね、ね、あっさりこってりあっさり置きますよもうはいどうぞ朝こってり朝こってりあ、こってりやかじゃあこっさりこっさりだこっさりこっさりこっさりだな出たこっさりこれ一回食べたらまたあれなんだよなハマってしまうんだよな、うん、あれやばい玉やだそうなんすよ恥ずかしいですあの、うん、方言で、うん、浜屋っていうのは何の意味か分かりません今の流れだった今の流れだったら大体そうでしょいや、うん、頑張り屋さんの意味いや違うじゃん全然これしかもあれだよ浜屋さん、うん蕎麦の通販もやってるネット販売ネット販売浜屋そばセット、販売価格税込み750円と軟骨入りスープが冷凍ではいはいそれは肉の中で食べれるんだそうそうそう県外でも行けるみたいよ一応県外の親にお中元っていうかで、はい沖縄そば1年に1回送るわけへえそうそうだからいろんなお店の知り合いのお店とかいろんなお店の送るんだけど浜屋1回送ろうかな喜ぶと思うね全然いけるって言ったけど持ってた、ね、量入っててまだ半分ぐらいしかいってなかったマジで高校生の時にあれやったなバスで来てから食いに来てたな行けなかったしかもこれ1回とかじゃないんですよ、うん、何回か泊まってるんですよ創業35年ほぼ同い年じゃんもうほぼ同い年だあ、でも俺が2つ上だいや、なんでマウント取る俺2つ上でもこのジューシーセットで850円って安くないですか安い有名人出てきたね社員すごかったね県外の有名人たくさん感謝しなかったいや美味しかったなじゃないんですよあれもう一緒にあーではないですからねタイミングは人それぞれで今横向いたら綺麗に食べ終わってすごいねネギ一つ残ってないようん残ってないあったまったあったまったなそして天気デージ悪くなったちょっと画面ではあんま伝わらないけど確かに場所がそうだねまあ海岸沿い丸化してたら、うんにぎわってるなっていうところですねRPG みたいなこっちじゃないにぎわってるとこがいるなんじゃない海岸沿いはあの一方通行なんですよあー確かにそうそうそう落ち石夕日がデージ綺麗だもん夕日これなん西日てるなこの西海岸なんていうの西日あっちに降りるわけよはいはい沈んでいくんですねちょうど沈んでいくところ夕日でよかったんじゃない夕日っていうの肌一気だあの日没のねそうそうあっちこっち出る人いるわけ外国人さんとかあそこあの出る綺麗だよボーっとできるボーが長かったしかも夕日を見に来てる夕日も長いんだそれだけ見に来たりとかこれするからえ一人で何悩み事あるいえ聞くよそれはないけど一応何回か来たことあるし本当に絶景、マジで絶景です。死に綺麗。いいね、じゃあ。皆さんもぜひ、はい、チャタンの。チャタンね。浜屋そばに、来てください。一平満載でいいこと、安い。はい、と、安静、来る動画で、ゆたさん自身もね、チャンネル登録、あんさんに高評価ボタン、ゆたさることに逃げ、そこら、せーの、したいやー